はい、どうも長友ありです。今日もよろしくお願いします。めちゃくちゃ久しぶりにやってきました KOF コラボ。いやー、もう本当に久しぶりなんですけど、私これが初めてコラボ来た時かな。もうね、4セットぐらい引いて虹が出たのが2体、両坂垣と、あとは八神よりだったんですけど、間違えて八神さん売っちゃって、もうなんかショックで、自分が悪いんですけど、完全にショックでした。でレオナが欲しかったんですよ、めちゃくちゃ。その時そのダメージ吸収無効のスキルっていうのが少なかったっていうのもありますし、なんて言ってもリーダースキルに回復の十字消しがあったんですよね。十字消しが好きだったんで、どうしても欲しかったんですけど、交換制度がなくて出なかった。ショックでした。なのであのね、見てください、この素材を使おうとしてました。なんならこれ入れてました。もうなんか悲しすぎて、そんな感じの思い出があったんですけど、レオナのイヤリング、今回はレオナが欲しいなというふうに思いますが、まあ、新しいキャラも出てきて、クリスだとかが、いやクリスがいいな、あとギース・ハワード、まあいろいろあるし、しかもドット進化がかなり分岐もされてますし、まあ聞こうと思って今回リベンジガチャをやっていきます。はい、では早速いっていきましょう。ちょっと前置きが長かったですね。いや、それほど結構私の中で思い出深いガチャです。まあでも魔法石5個ですからね、魔法石5個だからこそちょっと闇がかっているっていうのもあるんですけれども、いきます。135個か。嘘、闇脱出。いやでもこっからですよね多分。やった、クリス一発でゲットしました。なんかスキルがネレみたいなんですよね、リーダースキルが。7個盤面でバランスタイプの全パラメータ 1.5 倍、闇を7個以上つなげて消すと攻撃力が 9.5 倍。いいっすねって。76番面か、バランスタイプね、闇。まあでも最近結構パンドラ使ったりだとか、イナちゃん使ったりだとか、闇をつなげて消す系ハマってるんで使いたいと思います。はい、スキブも3つついてて、7コンボ強化も3つついて、いいですね、楽しかったです。はい、でランダムで闇ドロップ3つ作ってくれて、1ターンの間ドロップ操作2秒延長。あ、しかも3ターンで貯まる、いいですね、これはありがとうございます。さあ、こっからです、あと26回。ですよね、覚悟はしていた、正直覚悟はしていた。アンティーポカード。カラーもね、ドットが増えましたからね。すごい動きがマジで、わあすごい動きがレトロだ。もうさ、ストリートファイターも来て KOF も来たから、ちょっとそろそろギルティギアも来ないかなって私は密かにねちょっと祈ってるんですけれども、ちょっと今日はもう KOF のことを考えてます。ずっとアテナマジで可愛い。あ、アテナのドット可愛いですね、可愛い。スキブが4つついてる、一旦の間属性吸収無効化、左端1列を回復ドロップに変えてくれる。おー、いいですね、それこそ回復の十字消しするときとかいいかもね。はい、いやほんと最近ドットのキャラ増えましたね。はい、虹ですね。いやこれはちょっと虹が多くなってくるのではないでしょうか、今後ちょっと心配だな。はい、キング久しぶりです。こちらもドット進化が増えました。おお、
リズミカル。はい、3ターンの間1コンボ加算覚醒。おお、無効状態全回復めちゃくちゃいいじゃないですか。からのマシンキラー。おお、すごいすごいすごい。キラーもついてるし、スキップもついてるし、無効感もついてる。ただバインドされてしまうと。普通にいいですね。本当に星5なんって感じ。はい、まあとはいえ結構なんか KOF のキャラって優秀な気がしていて。おシェルミ、お結構優秀な気がするんですよね。だから引けたらもうほんと嬉しい。敵の行動を3ターン遅らせる。全ドロップ6、6ターンの間ドロップが6状態で降ってくる。しかもキラーついてる、7コンボ強化ついてる、クレーム耐性ついてる、いいですね。でドット進化もできる。おお、シェルミーって感じ。スキブ3つか、いいですね。あ、くるって回るところ素敵。究極進化もできると。あ、これはお邪魔が耐性がつくんですね。おやすみはい、いやー私的にはやっぱり2年前に追い続けていたレオナが欲しいところではございますが、ですがって感じ。本当に、あ、来た虹。あいや普通に、虹出るやん、虹出るやん。草薙京さんありがとうございます。ちゃんとねお気に入り登録しとかないと間違って売ってしまいますからね。そんなことは嫌だ。うわ、めちゃくちゃ分岐あるめちゃくちゃ分岐あるやん。これ転生までいくんですね。追い打ちついてる。おお、7コンボ以上でダメージ軽減、攻撃力18倍、火の2コンボ以上でダメージ軽減、1コンボ加算。おお、すごいですね。しかも攻撃タイプと体力タイプ、追い打ちついてる。でスキルは全ドロップを火と回復に変化で、一旦の間回復と火属性の攻撃力が2倍。すごっ。でドット進化は、ドット進化も2パターンあるんだよね。右角度と左角度みたいな体感しっかりしてますね。まあでもあれなのかな、ドット進化だとやっぱサブなんかね。おー、動きは同じ。あ、こっちは蹴りが入らないんだ。こっちは蹴りが入らなくて、こっちは蹴りが入る 2P から。おお、こだわり半端ねーはい、あと20回もいける。やばい、結構長くなりそうだな今日。はい、金。いやー、ゆりちゃんもドットが入りましたね。かわいい、素敵。1ターンの間受けるダメージ無効化、1ターンの間回復力とドロップ操作を2倍。いい、意外と無効化ってラファエルをたまに使うことがあったのでありがとうございます。で無効化もあって、スキブもあって、いい、優秀。はい、うーん、あ、ちょっと待って、虹が出る。じゃないか、テリーボガード。暗闇耐性、バインドと覚醒無効状態全回復、左端1列を火に、右端縦1列を光に。ほうほう、ドット、おしゃれー、筋肉が素敵。消せないドロップと覚醒状態、一旦回復か。なるほど。すごくたくさん必要ですね、これ。
武器ではないけどドット進化が増えている。完全に金レオナー、レオナーレオナー。八神さん帰ってこないかな。それか一度捨てた男はもう帰ってこないかダメかもしれない。これはい、なかなか難しそうですね。金、いやでも虹出てる方、本当に出てる方だって。まだ1セット分も引いてないからね。引いた？まだ引いてないよね。金が増えてきた。もう本当ね、ずっと金。おお、これはチンゲンサイチンゲンサイですね。ドロップを3つ以下で消せないが、貴族性の攻撃力が3倍、火水木の同時攻撃でダメージ軽減、攻撃力 2.5 倍、ドット進化もある。おお、動きが素敵滑らかいいね、ドット。はい、そうだよ、サムスピも来てるもんね。格ゲー、いやもう格ゲー最高かよはい、あと12回になりました。ここでレオナは出るのでしょうか。出ません、金です。お、持ってないかも。はいはいはい、タクマ坂垣、え、リオのパパ。結構ね、あの格ゲーもストーリーがしっかりしてますからね。お父さんとかお兄さんとか、なんかそういうなんか関係が見ていて熱くなるよね。スキル使用時攻撃力と回復力が3倍、光を6個以上つなげて消すとダメージ軽減、攻撃力が4倍。 3P からオン。はい、金レオナ出ないなー。おー、チンゲンサイ。一回メールやります。メールですよね、金ですよね、金ですよね。お久しぶりに見ました。深い、いやレオナが出たら止めたいところだ、正直。レオナか八神より。はい、金、まあ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 、今回はひどい引きではない、正直。あ、レオナ、ここでかぶる、マジか、ここでかぶるか。ありがとうございます。でも虹が出ただけで私は嬉しい、本当に嬉しいはい、なんであの時あんなに引き悪かったんだろうっていうくらい悪いんですけど、本当にあれ動画に出してないんですよ、もう本当に動画に出してない。 Twitter かなんかではつぶやいたかなって思うんですけど、忘れられないね、あの時は本当に。あとちょっと、いやー、もう一回にしこないかな。微妙微妙。はい、来ないな。はい、もうバンバカバンバンバカバンバカ回します。チンゲンサイ、火が出ているよ。お酒が好きなのかな、ひょうたん持って。中身は水かもしれないけど、ガチャの呼吸1の方ダメだったダメだった。はい、ラストいきます。まあ貯めても何も変わんの、ダメだった。
いや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 、今回は23回弾きました。その中でなんだかんだ言って虹が4つ出たのかな。本当に2年前、最初の第1弾コラボの時は4セットぐらいでやっと虹2個って感じだったんで、まあ良かった方ですよね。かなり良かった方。正直もう全部金の覚悟で今回弾いてました、23回。ただ欲しかったレオナちゃんは出てこなかったんだけれども、まあクリス新しいキャラですし、ちょっとおー、なんか出てる、かっこいい。究極進化、あ、そうか、究極進化で使うのかな、変身だよね。うわすごっ、キラー半端ないですね、キラー半端ない。私多分ね、テンション上がりすぎちゃってこの進化してないバージョンを見てました、すいません。究極進化がこっちね、変身35ターンか、かっこよー。だいぶこのポーズからかっこよくなりましたね。はい、あ、え、しかもターン1でできるな、これこれはいいですね。ちょっと使います、使いたいと思います。他のキャラもレオナも交換できたら交換したい、できれば早く充実したい。はい、というわけで皆さんはいかがでしたでしょうか。私はこんな感じでした。というわけで本日も最後までご覧いただきまして本当に本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。